はい、皆さんこんにちは、海王まりのです。今日はですね、また行政書士逮捕ということで、取り上げていきたいと思うんですが、今回はですね、私業逮捕のニュースに欠かせないですね、いつもの横領ではなくですね、暴力団が絡む事案での逮捕ということなので、ちょっとね、新しい事例であったので取り上げていきたいと思います。で、どういった事例で逮捕されたかといいますと、虚偽の内容で一般建設業の許可の申請をしたということで逮捕されています。建設業法違反の疑いであるということなんですが、虚偽の内容というのはどういうことかといいますと、暴力団とのつながりがあるにもかかわらず、それをないというふうに見せかけた、違う人間をですね、代表に立ててですね、要は名義貸しですね、これをして、一般建設業の許可の申請をしたということであります。で、2015年にですね、建設業改正で、暴力団排除条項というのが、つきまして、これ、建設業を限らずですね、今一般どの業界でも暴力団の排除というのは、あるわけです。で、役員にですね、これ宅建業でも何でもそうですが、建設業も役員に暴力団がいないこと、それから過去5年間ですね、暴力団が所属していなかったこと、こういったものが明文化されています。で、その他にもですね、役員というのは会社法上の役員、取締役、監査役、こういったのだけではなく、相談役とかね、会長に暴力団がいる、これもアウトなわけです。それから支配されていないということも当然アウト、株主が、ね、暴力団であるとか、フロント企業ですね、これも、当然、アウトになってくるわけなんですけれども、今回ですね、この行政書士も、それを、知りながらですね、申請したということで、逮捕をされているということです。で、このですね、暴力団排除条項というのは、今では一般化されているわけなんですが、これはですね、そのこういった建設業とか宅建業法とかで明文化されていればいいんですが、普段一般の取引でですね、明文化されていない状況の、契約っていうのもあるわけですよ。で、この暴力団排除条項っていうのは、例えば契約とかで入れないとどうなるかといいますと、そのですね、暴力団としてたらですね、当然契約解除を したいわけですよ、皆さん。で、しなきゃいけないんですけれども、その暴力団排除条項というのは契約書の中にないとですね、どの条項を理由にですね、契約を解除するのか、それがやっぱりないわけです。で、当然暴力団ですから、暴力団と悟られない、知られないようにね、巧みに、契約っていうのはしてくるわけですから、暴力団と後で知った上でね、知った時に、直ちに解除できる条項がなければ、暴力団との関係を継続していく羽目になってしまう。結果ですね、役員とか会社は全館中義務違反とかそういったリスクを負うということになりますので、昔のですね、契約書とかを使っている事業者っていうのは本当にこの暴力団排除条項の有無っていうのは注意して確認した方がいいというような、絶対リスクもあるわけです。これぐらいね、暴力団っていうのは今すごいね、厳しく取り締まられますから、暴力団辞めた人の人権がないとかそういった話題もあるんですけれども、やっぱりね、暴力団というのは社会から排除していくということは、言う必要はありますし、ましてやそれをですね、私業の人間が加担するというのはやっぱりもってのほかなんですよね。で、この行政書士、今回ね、暴力団と知って、そういったつながりを持ってですね、虚偽の内容で一般建設が許可して、逮捕されてますけれども、この行政書士、調べてみたらですね、なんと、もうまず間違いないと思うんですよ。名前もね、事務所の所在地も一致しているので、まず間違いないと思いますが、実は司法書士でもありました。で、司法書士だけでなく、社労士、土地家屋調査士、持っていまして、行政書士、司法書士、社労士、土地家屋調査士の資格を持ったですね、人間であったということであります。で、ホームページ見た感じはですね、司法書士業が、主といいますか、メインであるという感じがしましたので、そういう意味ではない、司法書士逮捕というニュースでもあるんじゃないかというふうに思います。ただ今回は行政書士業務に逮捕されているので、ニュースで行政書士逮捕と出てましたけれども、実質、司法書士逮捕であるということで、司法書士 YouTuber としてはこれを取り上げなきゃいかんなと思いましたので、今回取り上げさせていただきました。そんな感じでね、暴力団とのつながりというのは本当にね、これだけで逮捕というふうにつながりますから、しっかりとですね、私業の人はですね、この暴力団というのは、注意して見ていかなければならないところであるというふうに思いました。そんな感じでね、何か続報があればまたお伝えいたします。今日は以上でございます。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。